Okay. ちょっとリップが濃いっすね。こんばんは。福ちゃんさん、かわいい、ありがとう。今さん、かわいい、ありがとう。こんばんさん、はた、ありがとう。今さん、結婚して、ありがとう。やだけど、帰っとくね。かしげまさきさん、結婚して、ありがとう。やだけど、帰っとくね。今さん、だるま、ありがとう。くいすきさん、かわいい、ありがとう。福ちゃんさん、福、ありがとう。こんばんさん、はた。ありがとう。コニョさん、かわいい、ありがとう。山さん、ハッタ、ありがとう。タスビダーニャさん、回復ゆきありがとう。コマさん、ダルマ、ありがとう。山さん、ハッタ、ありがとう。カンさん、ハッタ、ありがとう。カシャゲミサキさん、ハッタ、ありがとう。吉住さん、タコ、ありがとう。ヒダキさん、ハッタ、ありがとう。山さん、ハッタ、ありがとう。キアレさん、ダルマ、ありがとう。カシャゲミサキさん、ハナ、ありがとう。リンクさん、ダルマ、ありがとう。カンさん、ダルマ、ありがとう。ダイアンさん、ダルマとハッタ、ありがとう。小山内さん、結婚して、ありがとう。やだ、帰ったけね。カムカムさん、かわいい、ありがとう。家族も、ハッタ、ありがとう。こんばんは。つなまされました、ありがとう。山地さん、猫、ありがとう。おらつさん、ありがとう。ケイタさん、かわいい、ありがとう。エビちゃん、結婚して、ありがとう。やだっけ、かいとくね。こんばんは。なんかこれさ、なんだこれ、なんだこれは。なんかさ、いちごがやっとったさ、昇格企画中みたいな、やっとったどうやってやるんだ。こんばんは。ケイドさん、かわいい、ありがとう。みちゃん、結婚して、ありがとう。やだけど帰ったくね。あ、これ読んだ読んだ。ひーちゃん、だるま、ありがとう。キズナさん、だるま、ありがとう。山地さん、かわいい、ありがとう。おう、2時間目のツーショットと3時間目押し増し対象外。そうなの？くるくる3時間目がなんだっけ、ギリギリで落選が出たのか。ツーショットもか、嬉しい、ありがとうございます。何気にツーショット、ツーショット全部全部押し増し対象外。どうだったか忘れちゃったけど、ありがとうございます。大阪の嬉しい。いや、ちょっと大人っぽいクルクルにしようかなと思ってるんですよね。大阪どうしよう、迷ってる。でもまだ可愛すぎて溶ける。新しい。おかっぴさん、服ありがとう。小山内さん、だるまありがとう。おろちさん、だるまありがとう。クルクルラブリター書きたいけど、けど書いていいよ。欲しい。みつきのこさん、ハートありがとう。研究者アカウント動かして、あ、動かした。さっき研究者アカウント、研究者アカウントの方がフォロワー数が多いのでと思って、ちょっとなのでぜひ拡散お願いします。まあ、くるくる、まあ多分活発に動いてるアカウントの方が、まあ確かに見てる人が多いかもしれないけど、あの個人アカウントの方が。でもぜひ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 。これも可愛い。あれ、あ、そう、ライバーテーマ、それそれそれ、ライバーテーマ、それじゃ。研究生ついた主さんですか主さん、面白い。主。主さん。うさださん、ハタありがとう。まさかずさん、ハタありがとう。ラスクラさん、ハタありがとう。リチャードさん、誰もありがとう。あいたかさん、誰もありがとう。アリガルさん、かわいい、ありがとう。シロコモ、シロコモさん、涙もない。涙もありがとう。ケンティーさん、花ありがとう。レタルキャッツ、花束ありがとう。1時間目押し増していく。わあ、嬉しい。それはすごく嬉しいです、くるくる。1時間目押し増し嬉しい。押し増しっていうのはね、お話し会でこう他の推しメンの券、あれ当日券もあるんだっけ。当日券と押し増しがあって、他の推しメンに持ってる券を他の子に、違う子に変えれるのと、当日券は当日変える券ですね。当日券もあるのでぜひ皆さん当日お待ちしてる。
セクシークルクっていうか大人クルクル、大人クルクルね。おかっぴさんだるまありがとう。小山内さんタコありがとう。天使のあやぐさんだるまありがとう。快速特急さんだるまありがとう。リポストしといた、ありがとう、感謝、乾杯、嬉しいです。本当に、いやでも、もう本当に皆さんのおかげですよ。来る島は土曜日の通所とか行きます。お、嬉しい、待ってる、うん、今回はこっち側かな、顔で少し近くに入部配信ちゃんと見てます。ありがとう、嬉しいよ。今日くるくるの動画が上がってたわ、青いウサギ歌ってるやつ。低軌道型サンダルもありがとう。サニーチサンダルもありがとう。カムトシさんハンターありがとう。サニーチさん結婚してありがとう。やだけど考えとくね。当日券あるよね、当日券ぜひ一部押し押し、嬉しい嬉しい、本当に。ハジャロスサンダルもありがとう。トトミツさんハンターありがとう。1月20 2時間目初めてくるくるに会うツーショット、お、ありがとう、嬉しい。ツーショットやっぱさ、ツーショット来やすいんかな。くるくる、くるくる的にはなんかツーショットの方がちょっとお値段が高めじゃん、あの普通にお話するよりも。だからどうなんだろうと思ってたけど、ツーショット来てくださる方多くて嬉しいですよ。助けも買う、嬉しい。天使のエグさんハートありがとう。ヒロさんかわいい、ありがとう。ライバーテーマどこで書くんこれ、どこで書くんじゃん、ライブタグじゃないよね、ライブタグじゃないよ、違うよね。ヨッチさん誰もありがとう。ガンちゃんヨッシー誰もありがとう。アサルオプテクス13さん誰もありがとう。あゆさぎいいね、人生楽しいのは来島さんのおかげです。嬉しい、それはくるくるもですよ。来島、横山三郎さんレターありがとう。亀津さん服ありがとう。マックス鹿児島さんハートありがとう。アサロロビテクスジュースさんハートありがとう。かわいい、嬉しい。バウ君服ありがとう。話してくれるの、スケさんカクさん、どういうことじゃろこれ、リープカール全部スケさんカクさん、カクさんってことか、スケさんカクさんってことね。どういうことかと思って面白い。大村でーすさんハタありがとう。刀剣狙いかな、まさかの、ただ土曜日完全休みだったら、え、土曜日完全休みだったら来てくれる、待っとる、嬉しいよ。カジピンハタありがとう。和弘さんハタありがとう。通常との方が敷居が低い、え、そうなんだ、わ、敷居ってね、敷居、え、くるくる今日さ謙虚っていう漢字が書けなかったんだよね。謙虚っていう漢字が書けなかった、謙虚、今も思い出さない、謙虚っていう漢字が。ユープレジェクトのパーカー届いたから大阪来ていく、お、嬉しい、トロトロいいね、パーカー幕張の日おしまいする、あ、嬉しいよそれ、それ嬉しい、それも配信管理から、あ、じゃあ一回切らんといけんのか、じゃ今回はなし。まさかさんかわいい、ありがとう。おかっぴさんだるまありがとう。あ、くるくる写真撮りたいからか、そういうことね。トレアさん手紙とだるまありがとう。チップさん服ありがとう。あ、オンラインの通信がなくなったから通信とか貴重、なるほどね、確かに確かにそうかも。山さん服ありがとう。山地さんハートありがとう。前乗りありがとう。ニュープロジェクトパーク来て大阪ありがとう。ラブレター前向きに検討します、嬉しい、前向きにちょっとお願いします、前向きに、あ、謙虚、それか、うわー、それか、謙虚、あともう一つなんか書けんかったよね今日。なんかさ、
なんだっけな、コメント覚えたから小山さん、誰もありがとう。カチピン、誰もありがとう。シンさん、花ありがとう。みちゅさんのモバイルにクルクルってちょっと嬉しい。みちゅさん、昨日みちゅさんにさ、おとついみちゅさんに、めっちゃ壁ドンされた嬉しかった。5、6回ぐらい壁ドンされた連続で。カズさん、ハートありがとう。ヒロクさん、ハートありがとう。そう、壁ドン嬉しかったよ。可愛かった。もうこの距離だった。この距離でみちさんに壁ドンされた。えって思って嬉しかったね。ゴシー、かわいい、ありがとう。今日豚丼食べた。急にいいじゃん、豚丼。くるくるに食べさせてくれない？みちさん、この前のオンライン話し会で神秘的な感じ思った。めっちゃ綺麗だった。なんだっけ、初日の出だっけ。初日の出、いや惚れてまう。え、突然だよみちさん。でもくるくるさ、ちょっと記憶力ほんまにやばくてみちさんが写真撮ろうって言ってくださって撮ってくれたのに、くるくるそのことを忘れて、その1時間半後ぐらいに、みちさん、ちょっと写真撮ってくださいとか言ってまた2回目の写真撮影頼んじゃってたみちさんに。で、途中撮ってる瞬間に思い出して、あれ、さっきも撮りましたよね、すいませんって言った。だから2回撮った、おとついは。嬉しいですね。ネギ丼だった気が。お、ネギ丼ってネギだけ入ってる。あ、ネギ好き。くるくる、牛丼食べるときネギ。え、自分は晩飯カツ丼。みんな丼やん。壁丼だけにってことそういうことか。小山さん、かわいい、ありがとう。ほゆさん、誰もありがとう。最高。やば、もう、なんか、記憶からなんかなくなってて。天然かもしれん。かもしれん。確かにね、何度撮ってもいいけどね。そんだけ撮りたかった、そういうこと。おかゆさん、誰もありがとう。りゅうや、ハートありがとう。みちさんならファーストキスバイトも全然いい。全然いいとか言ったの、上から目線。上から目線すぎるよ。戦略？やばい、戦略家みたいになってるやん。記憶力悪いアピールして何回も話からループしないとか。それも嬉しいよ。それも嬉しいよ。くるくる牛丼さん行くよ。ま、親子丼も美味しいよね。最近麻婆丼食べてよ。自分はうどん。くるくる、昨日、あ、間違えた。おとついの夜か。それはサーヤンさんと。今日のお昼、うどん食べてよ。自分は親子丼。みんな、嘘。本当？シローさん、花ありがとう。長ネギ切ったやつをごま油で。あえてるネギの。あ、じゃあ本当にネギだけってことか。美味しそうなんだけど、お腹空いてきた。まだ夜食べてない。ウニイクラ丼食べた。本当めっちゃ美味しそうなんだけど。唐揚げ丼初めて聞いたかも。唐揚げの、やばい、お腹空いてきた。どんの日かも今日。おじさんもマスターさん、服ありがとう。どん兵衛ギリオッケー。どんがついてるから
吉井どめさん、誰もありがとう。マサオハートありがとう。確かにジャズの時も写真。カルピン、誰もありがとう。次も同じ戦略でいっぱい写真撮ってもらいたい。みちゅさん、みちゅさんかわいいな。顔がもう顔なんか造形美って感じじゃない。みちゅさんもなんかくるくるの顔好きって言ってくれるのがまたより嬉しいだけ。なんかそんなことあっていいのみたいな。好きな顔って言ってくるくださる。くるくる、いくらは好んでは食べないけど食べれるくらい。夜ご飯まで食べてないの。朝から海鮮丼すごい。でも海鮮ならなんかいけそう。オーピーさん、ハートありがとう。トンちゃん、フクありがとう。リア、花ありがとう。どこの牛丼？くるくる、好きや。好きや。クリボーさん、かわいい。ありがとう。花もありがとう。これから晩ご飯、まだ食べてないの？くるくると一緒。何する？くるくるなんだっけな？なんか、お母さんを作ってくれ、なんかさっき聞いたよ。なんか、鶏をカレーで、焼いたやつみたいな言ってた。くるくる好きな人たくさん。本当？嬉しい。赤ちゃん的な顔。本当？最近めっちゃ言われるわ。また増えた。赤ちゃんって言われる回数。きのこさん、ハートありがとう。天使のぐさん、花ありがとう。りやこばありがとう。ゆうさん、ハートありがとう。ゆうさん、ハートありがとう。あ、さっき。ほやさん、ハートありがとう。やっぴらさん、服ありがとう。え、これ。あ、確かにもうほぼ治ってる。引っかき傷。すごい。治癒力。あ、でもこうやってたらちょっと見える。治癒力すごい。わ、チーズデザート美味しそう。シロさん、ハートありがとう。タンドリーチキン、それかも。それかもしれん。八の木屋さん、知らないかも。広島のなんていうの、これ甘味、甘味屋でたい焼きが。うわっ、たい焼き食べたい。たいや、まさかさん、とうとうありがとう。まきまきまきさん、誰もありがとう。おさび大福さん、誰もありがとう。竹松さん、かわいい、ありがとう。あかりさとさん、誰もありがとう。すずらさん、誰もありがとう。なんで引っかいたわかんない。起きて、メイク、顔洗って、化粧水つけた瞬間、いったってなって、なんかここが燃えるように痛くて、小鼻が。燃えるように痛いと思ったら、傷がついてた。化粧水が染みて、傷口が燃えてた。ふわーって。A ちゃん、誰もありがとう。アルミカンさん、結婚してありがとう。嫌だけど、帰ってくね。大阪のツステに向けて。万全。寝てる間っぽい。こんなとこ寝てる間書くか。しかも日本よ。こうやって書いてるってことじゃろ。普通さ、なんかこう書くじゃん。こう書いとんか。ね、やだな。しかも強い力で。コロちゃんかな。コロがやったんかもしれん。ヤマピー、ハートありがとう。ヤマピー、かわいい、ありがとう。福ちゃんさん、回復薬ありがとう。のぶくん、かわいい、ありがとう。で、今日載せた X の写真、 X 載せた写真もさ、写真にもついてた傷跡がちゃんと見える。コロちゃんかな。うわ、珍しい名字ですね。テストの時1問くらいハンデありそう。わかる？ハンデあるの。くるくる、いつも、もう、小学校の時から、名前書いて、みんなが問題解いてる時に名前書き終わるみたいな。一人だけ遅かった。コロちゃん、さあ、
めっちゃさ、私のさ、寝るところ取ってくるんだよね、寝る場所を。多分めっちゃ私のこと見下してる、カランちゃん。もう私の方がペットぐらい、なんかもう犬だと思ってるかもしれない。コロは自分のことが人間だと思って、私のことを犬だと思ってるのかもしれないってぐらい、布団一緒寝てるけど、普通さ、こう人間が寝てる、まあ、横にいるみたいな感じじゃん。なのにコロが寝てる、私が横にいるみたいな。コロ、コロちゃん、でも可愛いから許す。鼻の傷、昨日の配信よりはっきり分かった。だよね、あの写真。だからもうリアルで見たらもう相当だったかもしれん。喧嘩した後、高尾彩香35歳、結婚してありがとう。嫌だけど帰っとくね。くるくる寝相悪くてコロちゃんに反撃。それはある、それはある。犬は家族の順位決めてる。いや決めてる、絶対最下位なんだけど。くるくる犬じゃないの、そっから犬かもしれん。あ、好きだからさ。なるほどね、そういうことね。じゃあ許すかも、コロちゃん。拡大しちゃった、いいよ、拡大効果狙った。久丸さん、誰もありがとう。やばい、鼻かゆ。ピンクのツサンダルもありがとう。ねえねえ、ことわざで、ことわざで、ことわざで、なんか自分より強い人をなんか盾にしてみたいな、盾にして自分を強く見せる。虎の、虎、虎、それ。 A さんハートありがとう。虎の意を狩る狐だっけ、これなんだっけ。虎の、虎の、イさんハートありがとう。ヒソさんハートありがとう。テストだよ。トラ、トラは分かったの。トラが、漢字が書けなかった、トラの。トラってどうやって書けっけと思って。もう最悪。やってるわ、ほんまに。分かった。もうトラなら分かる。これはもう分からんとやばい、逆に。逆にもう悔しい。悔しい悔しい悔しいだけ。ママの意を狩るコロちゃん、リアルそうかもしれない。じゃああれは、なんかさ、奥義みたいなやつ、なんか塞ぐっていう感じに仰ぐみたいな感じ、なんだっけ、なんとか、なんだっけ、なんだっけ、やっぽいやっぽいやっぽい。石井さん、なるもありがとう。母さんハートありがとう。マジロコイチさん、かわいいありがとう。くるくるが先輩の前出して切ってる。ちょ、あ、これ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 、なんとかが馬、これなんて読むんだよ、わかんないけど、なんとか、馬か、まず鳥って書いたわ、鳥って書いた。左右方が鳥。
採用が馬か。くるくるすごい奥義持ってる。実はね。採用が馬。分かった人くるくる時間す。確かに今の難しい質問でね。待って私鳥って書いた。もう本当にやってるわ。点数やばめ。え大丈夫多分80以上はある気がする。余裕。馬ね。やられた。やられた。あとでもあと2問ぐらい。確かに鳥も馬も動物だからセーフね。セーフ。他なんかもう一つ不安なのあったの。なんだっけな。感じで。忘れちゃった。忘れちゃったよ。幸福幸は予測できないということ。あそうなの。採用が馬使わなくない。採用が馬は馬だよねとか言わなくない。現実生きてて採用が馬だよね。あとなんだっけ、もう一つさっきの虎の意を狩る狐だよねこれは。使わない使わないよね。生きててそのそっちのね教師とか目指したりそのもう古文みたいなことわざ研究みたいなに行く場合は使うかもしれないけど使わないよね。あ20日大阪2次元目 2次元目あ間違えた2元目2元目2元目通称ってよろしくありがとう嬉しい。待っとるよ。落馬して戦いに行けなかったけど代わりに生き残ってよかったねみたいな話ぽいけどね。ぽいけど毎日使ってる本当それ絶対使わんよ使わんよ。確かにまあ虎の家を軽くつなまんま確かに聞くっちゃ聞く。あわなつるつるありがとう。人生万事さようがうまみたいに。あなるほどね。トリコマツさん誰もありがとう。急に使ってこれはさすがに採用がうまって言われたらもうんって言われた。メガネをクイクイさせながら言ったら絶対待ってあるわ。人生長いと使いたくなるシチュエーションはある。あなるほどね。確かに使ってみようと思うか。言えたらでもかっこいいっちゃかっこいいよね。土曜日初めてある。お嬉しい嬉しい嬉しい。だけ普通に何かずれてない。ずれてないずれてないいやー仕事で残業大変だったけど帰りの電車で配信見られて採用が馬だな。うまい。え合ってる使い方うまい。徹底討論です。ソミツさんかわいいありがとうツーさん誰もありがとう。知的まあね。あさってはメガネくるくるあさってって20よね。ダメなんよね。メガネかわいい。かっこよく見える。見える。とちゃんかわいい。ありがとう。助かる。これはリアルで使ってるやつ。ちょっと待って。
どうもバッチリ見えるよ。なんかこれなしだったらこうやってやらんとコメント読めんのんじゃけど、これつけたらここでコメント読めるっていう。どう強い？ドクターに見える面白いんだけど。年ショットのクルクル可愛すぎてビビる。え、嬉しい。お話聞かせ。今日まで今なら間に合いますよ皆さん。頭良さそう。いいかも。いいかも本当に。あ、ステメガネでステージ。走れば、これでさ、これでレイダウンやばい。お前が手に入るなら悪魔と取引しよう。何か、あ、これが分からんかった。この感じが再考するみたいな、ある職務の人が変わること、長官を読み方を答える問題。あ、鋼鉄や。鋼鉄や。ペンペン結婚してありがとう。嫌だけど可愛いとくね。確かにどっか行きそうめだね。ちょっとしましょうか。皆さんのおかげなんですよ。ありがとうございます。鋼鉄。なんで声張り上げた。間違ってた。くるくる最高って読んで、読みを答える問題だったの。最高って書いたんだけど、最高みたいじゃん。鋼鉄やん。鋼鉄、これこうって読むか。鋼製のこうだもんね。キャプテンを更迭される。ちょっと例文ちょっとあれだな。例文がなんかあれだな。インテリジェンヌ。うわ、漢字出た。むず。おしもし不可で帯泣いてる。結び、結び、帯、帯泣いてる。わかんないけど、ありがとう。1時間目ぜひ。むせびむせび。むせび泣いていい。条約への最終的な同意。条約を批准する。批准、批准ですか。合ってる、合っている。大阪の服若干決まってる、若干決まってる。あ、批准、合ってる合ってる。基準合ってる。よっしゃ。よし。でも使わないよね、条約を批准するなんて。まあそんなこと言ってたら話にならない。条約とか結んだことないから。そう、そうなんよ。2024も早速やっちまったこと。トラって感じで書けなかった。完了になれば使う。なっちゃおうかなとか、なっちゃおうかなってなるよね。なるよね。あ、手綱を締めるは、なんかさ、手綱ってさ、ズーなのかツーなのか。手綱やん。もう
知られません。私はこのここから開けません。待って、ちょっと待って。まあ言ってんだから言ってんね。これ濁点外すときなんて読むか。確かに綱、あーなるほどね、なるほどね。でも結局たかてかで手綱、いや手綱って書いたかも。手綱、手綱、いや手綱って書いた。私は書いた。書いた書いた。ノーベンで行っちゃったかな。言い訳、言い訳。でもこれ以外は不安なとこない。特殊特殊特殊。うわ鉄な公園、確かによぎったんかもしれん。手をつなぎながら行こうと。関係受けたいな。サンキュー。いける、いけないか。手綱読めないといけないよね。あ、これこれはこれは、拒否して退けること、拒否して退けること。外国製品の排斥って書いたけど絶対違うよね。これはもう間違ってるつもりで書いた。あってた、あった。排斥、排斥待って、欲しいなってるんだけど。拒否して退けることが欲しいになってる、そういうことね。拒否して退けることだから欲しいになってるのかな。ちょっと苦しまに排斥したみたいな感じで使われるからみたいなことかな。まあまあいいでしょう、いいでしょう。かけたんで。されるとか、頻度、圧縮、義務、消耗、一部、逸話、香る、一部、素朴、排斥をかけた。ネガティブな感じ多くない？確かに、ちょっと先生ネガティブだったのかな。問題作る。あ、人には使わない言葉なんだ。排斥、言われてみればネガティブ面白い。まあいいでしょう。まあ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 、くるくるが実はバカだったらやだ。それぐらいの愛ってことなんですね。ライジングさんだるまありがとう。おしりさんだるまありがとう。マジかわいい、嬉しい。ひょうたろさん尊い、ありがとう。何点が目標？赤点じゃなければ全部 OK。 お似合い、嬉しい。
赤点は絶対ない、 100% ないね。どゆさん深ありがとう、けんさんなるもありがとう。卒業いけるんちゃう？ポジティブって決めてるから、2024はね。今日なんかアイロンで手やけどしちゃった。役年終わった実感、あの2024年入ってすぐはあったんだけど、なんか1月3日くらいに後役っていうのを知って急に実感なくなった。私は後役だった。役年過ぎたと思ったら後役。昔から使ってるメガネ、中3くらいから使ってるやつ。今日のメールポジティブで良きだった。そうだよ、なんかテレビで見た、なんだっけ、何のテレビだったか忘れたけど、干支と誕生日の月を掛け合わせた順位、200何位までぐらいまであった順位で、そんなないか。あるか、12だから、2、あ、違う違う、3位だった。天秤座、あ、違う天秤座関係ない、天秤座関係なくて、じゃけ、鳥年の誕生日じゃけ、9月、鳥年の9月、3位。全体的になんか順位で言ったら鳥がもうほぼほぼ最初の方埋め尽くしてた。なんか海外の人が占ったみたいな感じだったよ。笠木美咲さん、誰もありがとう。クレバさん、猫ありがとう。ちさこから目割る、3年生くらいからつけてる赤いメガネ。さあ、アタックはまあ関係ないっていうことで気にしない。アタックはまあただの言葉だけ。普段コンタクト、公園とかはコンタクトだね。緊急車アカウント復活したがびっくりした。そう、今日ちょっと急に動かした。でどう変わったよ、どれくらい変わったか忘れちゃったけど、そう、お気に入りだった化粧水見つかったことだし、そうやるやん。竹本さん、可愛い、ありがとう。あ、それかも、上田と吠える女、それだったかもしれない。くるくる鳥年だよ、飛べる鳥年だから、採用が鳥、そういうこと、採用が鳥なの。京太郎さん、ハートありがとう。みんな何のシーン？シルクはね、コンタクトが 2.5 と 2.2、 2.75、 2.5 と 2.75 時計マイナスつつ、あんまそんな悪くないよね。2.5 とかなんかもう立ち位置の立ち位置みたいな。なんで悪くなったか分かんないの。でも小3ってさ、スマホなかったから、持ってなかったから、あ、テレビかな。キムさん、誰もありがとう。コンタクトずれる、
くるくるコンタクトはね結構痛くなる。あずみお姉さんは勉強教えてくれないの。あずみは多分くるくるよりもあれかもしれん。ちょっとなんか今までなんだっけ、なんかやったことあるよね、いろいろさ、その活動する上でさ、いろいろさ、その 2.5 期4人でやってて、なんか中高生わかるのにあずみんだけわかんないみたいな結構あったから、あれあずみんみたいなことがよかったから面白い。で昨日あずみんのさツイートよかったよね、おやすみみたいなやつあずみんと電話したことあるんだけど、あれは本当だよ、あれあのまんまだよ、あんなことは言われないんだけど、あのあの途中に出てくる笑い声とかもうそのまんま、あずみと電話したら本当にあの感じで笑ってるみたいな、かわいいかわいい感じで。鳥年の特徴見たらアクティブで人気がある、だからくるくるも暑いあとね、その STU チャンネルの時もね、そう、安住そうあざといからね、あざといに多分全振りしてる僕らもやってみる、結構あれかもしれないハードル高めかも、ハードル、あ、そう川柳ね、くるくる昨日ちょっと聞いたんだ、あずみで、あんな感じだよ、おやすみって、お、大阪初のお話か言ってもいいかな、多い息声で頼まれありがとう、嬉しい、来てほしいよ、来てほしい、1時間目足もしゃるよ、うんうん、発想力高い、あずみんリーヤ何もありがとうあずみんはずっといいよね、わしの電話、あ、もしもし、今いいあ、な別に、まあ、大した話じゃないんだけど、こうこうこうだからよろしく、あ、じゃあねみたいなあずみかわいいよね、なんかでも本当に本当にあれだからすごいよね、その実は裏ではなあお前とかじゃなくて、あずみは裏でもあの電話じゃけん信じていい、信じていい、ツンデレ電話逆にねえ、私のこと好きなのコロちゃんに話したでしょ、やばくなるよ、コロちゃんもしもしかわいいねみたいなくるくる勉強クラスで真ん中より少し上のイメージ、ちょっとしたかもしれないちょっとしたかも、どう、でもくるくる結構平均的な人だから平均かも、平均、あざとい選手権で尺使いまくったの懐かしい、懐かしいよ、そ今夜メガネクルクルだよ、たまたま急にだけど、20日雨予報やだこうやってめっちゃ拭くの、なんかさ眼鏡取ったら変じゃない、なんか違和感すごくない、物足りないみたいな物足りない感する、あ、50分ありがとう、50分、好み？嬉しいわ。
奈良先生さんハートありがとう。どっちも可愛い、嬉しい。目の大きさ変わった？変わってる？もう変わる。あれどうなんだっけ？かけたら小さくなるんだっけ？かけた方が大きくない？なんかちょっと待って、ヨー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 。21東京雪？次の日は雪なの？確かにそこまで分厚くないから変わんないよね。言うてめっちゃ悪いわけじゃないかな。アシエさんグーありがとう。トラが来なかった、悔しい。トラ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 タイガー許さないからな。トラスクショタイム。トラ悔しい。まあ言ってんだからね、言うて。金木星ポーズ、わ懐かしい。トラ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 金木星カウボーイ。どこからか竹川クリステルさんポーズどうなのだっけ。え、これおもてなし。あとミックスタイガーファイバー言えないんだよね。あ、トラトラタイガー違うか、トラタイガーファイヤートラ悔しいポーズ。謙虚も結構悔しいかも。謙虚かけながらメガネ上げるポーズ。私これ結構癖なんだよね、こうやって目が疲れたらこうやってやる。21広島で、なんか広島あれなんかあった気がする。なんだ忘れたけど、あ広島でお仕事か。トモさんハートありがとう。くるくるあれしかできない、あのなんだっけ、愛してるしかできない。工場ガチ恋工場しかできない。言いたいことがあるんだよ、やっぱりくるくるかわいいよ、好き好き大好きやっぱ好き、やっと見つけたお姫様、俺が生まれてきた理由、それは優香に出会うため、あくるくるに出会うため、俺と一緒に人生歩もう、世界で一番愛してる、愛してる。ほっぺ柔らかい？柔らかいよ、いいほっぺしてるよ自分で言っちゃう。あ、ちょっと時間やばい、そろそろ。それではそろそろ、あ、言う確かにくるくるじゃないよね、その時は優香だよね。そろそろ壇上を見たいと思います。クロちゃんさんが言ってるのと覚えました。ガチ恋工場工場。告知、今日の23時59分までの受付で、2月1日の花は誰のもの公演、エディオンでの花は誰のもの公演出演するので、皆さんぜひお待ちしております。と、お話し会の決済が今日までとなっているので、皆さん忘れなく、よろしくお願いします。と、
あの今日出たんですけど、1月20日の大阪のお話会1時間目、あ、2時間目と3時間目の押し増し負荷ありがとうございます。皆さんのおかげです、嬉しいです。1時間目押し増しあるので、ぜひ当日券や押し増しで会いに来てください。あ、時間やばい、あ、やばくなかった、大丈夫だと。ファンレター待ってます。そうだ、嬉しい、ファンレター待ってます。え、最速でいつ届くんだろう、待ってます、読むの楽しみです。もうないね。オッケー。それでは男女読みます。13位、マニアさんありがとう。12位、オロチさんありがとう。11位、おしりしさんありがとう。10位、マサオありがとう。ニュープロジェクト。9位、マスタカさんありがとう。8位、柏木まさきさんありがとう。7位、福ちゃんさんありがとう。6位、クリンパさんありがとう。5位、津波屋さんありがとう。4位、山陣さんありがとう。3位、小山内さんありがとう。2位、山さんありがとう。そして1位は、ドゥルル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 パーン、ヨッシーゾンビさんありがとう。ヨッシーゾンビさんありがとう。皆さん今日も見てくださってありがとうございます。ぜひツイッターのフォローとニュープロジェクトの登録お願いします。あのニュープロジェクトの告知はあの研究生4人のアカウントで載せてるので、ぜひそれも拡散お願いします。お願いします、お願いします。それでは皆さん今日もありがとう。明日も頑張ろう。おやすみ。小指立っちゃう、小指短くて小指立っちゃう。